グレープバインです。ボーカルの田中です。キーボード田中です。荒巻き、10ですね。10周年10周年らしいんですけど、まずは、ライブを終えまして、今回でもあれですね、初めてのステージでしたね。テントがあって、テントの中で割ともわもわでした。もわもわでした。でもお客様は暑かったです。非常に、お客さんも雰囲気良くて楽しめましたので、今後もよろしくお願いします。で、荒巻きが10周年らしいんですけど、10年前ということは2000年、2000年、もうすでに荒巻きには僕らお世話になってましたね、おそらく10年前から。うん、出ますね、多分ね。だからまあ初回からもしかしたらね、出させてもらってるんじゃないかなと。皆勤賞って声が客席から。そうなんですよ、聞こえました。ついね、数年前まで皆勤賞やったんですけど、1回飛ばしてる。ああ、まあ勘違いもね、そうそう、含めて10周年ってこと。そう、だからその1回をなかったことにして、今後皆勤賞を目指したい。皆勤賞風次の10年を。そうそうそう、皆勤賞次の10年皆勤賞風でいきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。僕たちはあれですよ、長田進む with グレープバインで見れて、うちの大プロデューサー鬼監督とで本当にデビューをすることになりましたね。そうなんです、デビューしました。6月でしたね。はい。マルパソというミニアルバム。ミニアルバムとはいえ7曲ぐらい入ってますね。が出ますんでですね。一つ、長田監督ともとも、よろしくお願いします。マルパソでした。よろしく。せーの。ノーミュージック、ノーライフ。タワーレコーズ。